神の子として、宣言します叩き子の罰裁きによりまして、平野郷の町に入ります。触れ太鼓でもって賑わいの最初の一歩を、始めます。そして、足洗いの後に、皆さん方のご協力で布団太鼓を威勢よく平野の町で、祭りの初日の、発表の太鼓台の巡行を行います。各省の関係各位の方々誠にありがとうございます。ご協力よろしくお願いします。そして14日の本祭りには、おみこしに鎮座されます、氏神様の沢野の御事、それを祭りして、本祭りの14日、神輿の、先導役をして、巡行します。そして、無事に大鳥の、門をくぐれますれば幸いと思います。どうか、西脇の、太鼓台の応援を一つよろしくお願いいたします。本日はどうもご苦労さんです。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、駒田神社藤江正則宮司よりご挨拶頂戴いたします。おはようございます。いよいよ夏祭り始まります。平野の町の人が厄を払って、そして元気に、夏を過ごせるようにという、そういう願いのこもったお祭りになりますように、また皆さん方のご協力をいただきまして、安全で楽しいお祭り思い出となりますようにご協力よろしくお願いします。今日は本当にたくさんの方をお集まりいただきまして、新しい形の祭りがまた出来上がるのかなというふうに、楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、平野郷夏祭り実行委員会年末長水道長竹口秀雄委員長、よろしくお願いいたします。皆さん、改めましておはようございます。平成29年度、平野郷夏祭り、実行委員会、年番長を務めさせていただきます。税道長の竹内です。よろしくお願いします。改めまして、西脇海さん、布団太鼓太鼓台誠におめでとうございます。今日から始まる4日間、怪我のない、楽しい祭りというものを、テーマに、頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、挨拶に変えさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、西脇組世話人会参与を紹介させていただきます。衆議院議員佐藤明先生。大塚府会議員岩木仁先生。前大阪市会議員田中博樹先生。代表しまして、衆議院議員佐藤先生、挨拶をお願いいたします。どうもおはようございます。衆議院の佐藤明でございます。今日は駒田神社の祭りのスタートであります。布団太鼓しっかり、市役所頑張っていただいて、
町中触れ合いをしていただきたいと思います。この4日間皆さん方怪我のないように、そして楽しい祭りになりますように心から念じております。ちょっと大変暑い日でございますので、熱中症にだけならないように一つお願いを申し上げます。前番長をはじめ、皆さん方が球場会球場それぞれ力を合わせていただいて、14日の日に素晴らしい日を迎えられるように心から皆さん方の お気持ちをいただきますようにお願いを申し上げ、ご挨拶に変えます。本当に今日はおめでとうございます。いよいよスタートです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日ご列席いただきました区会議員、市会議員の先生方を代表いたしまして、開発やって先生、よろしくお願いいたします。皆様のご紹介もよろしくお願いいたします。どうも皆さん、おはようございます。ご紹介に預かりました開発でございます。今ちょうど院団の当番幹事をさせていただいておりますので、代表して一言お祝いをお前さんと申し上げたいと思います。その前に、今日お越しの各先生方をご紹介させていただきます。衆議院議員の佐藤先生でございます。府会議員の岩木先生でございます。府会議員の藤村先生でございます。市会議員の小川先生でございます。市会議員の杉村先生でございます。市会議員の永井先生でございます。市会議員の永田先生でございます。市会議員の新田先生でございます。前大阪市会議員の田中先生でございます。今日は民主主義庁の太鼓台の佐藤選手、本当におめでとうございます。どうか4日間これから稲の祭りが始まるわけでございますけれども、事故のないように、そして思い出に残る西脇町の心意気を見せていただく祭りを皆さんに見せていただきますように、このことだけお願いを申し上げて、簡単でございますけれどもお祝いのご挨拶に変えます。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。続きまして平名号夏祭り実行委員会本部福本元春本部長、よろしくお願いいたします。おはようございます。実行委員会本部の福島です。西脇組氏子総代の皆様、そして各庁の氏子総代様、銀座の先生、各庁から参列の皆様、早朝よりのご参集ありがとうございます。西脇組の皆様におかれましては、本日は名誉ある太鼓台の当番おめでとうございます。昨年の祭り終了より本日まで大変なご苦労をされ、今日の質問式を迎えたことと存じ上げます。どうか本宮の14日まで無事故で元気よく太鼓台を運行されますことをご祈念いたしまして、はなはな簡単措置ではございますが、お祝いの言葉と変えさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。続きまして西脇組世話人会太鼓台巡行責任者今井浩二より挨拶させていただきます。おはようございます。本年度西脇組布団代行巡行の、責任者を、任されることになりました、西脇組の今井です。よろしくお願いします。本年度も熊田神社夏祭り、4日間大成功のうちに収めるためには、全庁一丸となって、祭りに挑むことが、大前提となりますが、西脇組といたしましても、布団代行巡行の責任者、当番長を全うしたいと思っておりますので、他八丁の皆様方、ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、先ほど実行本部の福島さんのお名前間違えてしまいました。すいませんでした。続きまして一番太鼓に乗ります叩き子を紹介させていただきます。井筒義政君。京成君。滝野宗也君。
秋元誠二郎、玉橋垣正子、寺西久井、続きまして本日、出席いただいているその他の方にご紹介します。井筒優作、中田光太郎、中田亮太、野口あゆ作、高内春彦、中島春彦、中島春彦、続きまして西脇組世話委員会委員長西川正義氏にお礼の言葉を述べさせていただきます。皆様おはようございます。おはようございます。本日は、熊田神社太鼓台出門式典にご参集いただきましてありがとうございます。本年度熊田神社、太鼓台巡行当番を大宮さんから、西脇町宇治子総代代表幹事を通じまして、仰せられました、西脇組員長西川正義でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。本来でしたら毎年のようにテント椅子ご用意させていただくのが本来でございますが、ご創建1155年前を顧みまして、おそらくテントも椅子もなかったんじゃないかなと思いまして、境内で立っていただいての質問式ということで考えさせていただきました。どうぞご了承いただきますようお願い申し上げます。そして太鼓台巡行には2つの大きな意味がございます。まず1つは、佐野の御事の神様が移られました御輿のですね、触れ太鼓という役割でございます。もう1つが次長に来年、佐野の御事の神様が、御輿に乗られてお越しになるということを次長の、宇治子また数経者に、お伝えする役割でございます。西脇組でございますが、9年前と同様でございまして、7月14日の本宮で、明る姫の御事神社さん三条部神社さんでございますから長宝寺さんまで、御輿と徒業の先頭ですね、太鼓台で触れ太鼓の役割をさせていただきます。昔の、熊田神社さんの絵巻に載ってる形でございますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。そして西脇組の、世話人会でございますが、御輿徒業が一番の目的でございます。今年の太鼓台巡行を終えまして来年は御輿峠の当番されていただくという名誉な役割いただきますよう、努力させていただきます。そして太鼓台でございますけども先ほど、皆様方拍手の中、太鼓台の前から境内へと、総代、先頭に進ませていただきまして、総代の一礼そして椿本久男代表幹事の、神前での二礼二拍手で西脇組の太鼓台巡行そして夏祭り始まりました。このあと7月12、13断じでございます。そして14日の、太鼓台、巡行を無事終わりまして拝殿前で、太鼓台巡行無事安全終了報告祭、行わせていただきまして西脇組の夏祭りが終了いたします。本日は、川行きでございます。太鼓台巡行そしてこの後みこしの、川行きでございます。そして12、13と各町さんの断じでございます。で14日は、本宮でございます。太鼓台巡行みこし渡御が無事終了いたしますということを記念いたしまして私の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後、出発いたしますが最後に西脇組若頭野口博士の大阪締めで質問式を終了させていただきたいと思います。野口頭よろしくお願いします。おはようございます。西脇組若頭の野口です。今年、西脇組のが布団太鼓当番ということで、4日間、きっちり祭りをさせていただきたいと思いますが、他8町の皆様方一つお力添えのほどよろしくお願いいたします。それでは大阪締めに、それでは、大阪締めをして質問したいと思います。打ちましょう。もう一つで両手さんどうありがとうございました。本日はお忙しい中ありがとうございました。それでは藤井宮司様先頭に太鼓台の蔵前へ移動をよろしくお願いいたします。
ちょっと下がっといてもらっていいですか。
ございます。まずまず。僕が製品でやんなの。真ん中めっちゃくれてるぞ。真ん中めっちゃくれてるぞ。後ろの方ちゃうか、うん、あんた渡しといてんの、ほんだら探してくれんねやったら、あ、後ろ探してこっち、まあ、後ろやで、後ろにおったで。みやにちゃうやん、まだまだ飲んでない、お前らの調子ちゃうかよ、酒臭いから。ヒーガーもよろしくお願いします。Yeah!